rallies. こんな選手いるんだっていうすごい気づいて、自分が2点起用されしてもらってるから、そこで必ず2点取らないとっていう自覚が。皆さんこんばんは、ラリーズ編集長の山下です。先日公開した桜ヶ丘高校の1日密着取材中に、2年生エースの山室選手にも取材させていただきました。3年生エースの栗山選手のインタビューも公開されていますので、ぜひご覧ください。インターハイシングルス3位に入った山室選手、今回のインタビューでは地元熊本県での卓球生活や桜ヶ丘高校進学のきっかけ、今後の展望などを伺っております。ぜひ最後までご覧ください。まず一番最初、卓球始めたきっかけっていうところからお願いしていいでしょうか。まず母が高校時代の時に熊本県の慶成高校というところで卓球をしていて、でそこで松下智子さんと同級生っていうところで、松下さんが卓球場を開いた時に自分に一回練習来てみないかっていうのを誘われて、本当は最初始める気とかなかったんですけど、一回見学行った時にすごい楽しくて、すごい褒められた記憶があって、こんなに楽しいんだっていう感じで、5歳の頃に本格的に卓球を始めました。5歳ってことは幼稚園ですか。そうですね。そこから卓球にのめり込んで、はい、本格的にっていうのはもうそこからほぼ毎日やってみたいな。そうですね。なんか自分は結構卓球が好きで、小さい頃から勝負ごととかはもう本当に負けず嫌いだったので、やるんだったら一番目指したいっていうか、みんなよりも強くなりたいっていう気持ちがすごい多かったので、自分から自主練っていうか練習量を長くしたいとか、そこから卓球始めたって感じ。最初からカットマンですか。いや、最初は始めた時は右裏裏攻撃マンで、初めて全国大会に出たのが小学2年生の時で、その時もまだ右裏裏で、小学3年生の終わりぐらいに智子先生がカットマンになってみるって言われて、自分もなりたいみたいななって、で智子さんは結構現役の時カットマンだったっていうのもあって、基礎から教えていただいて、小学校4年生の時からはもうカットマンになったって感じですね。カバとかいろいろ大会とかもあったと思うんですけど、うん、小学校時代の卓球生活はどんな感じだったかを。自分が入ったのが5歳の時で、自分が一番下の代で、年上の方が本当に強くて、みんな全国でもトップ選手っていうか、そこに自分がついていきたいとか、みんなの真似したりとか、みんなが練習やってるなら自分も練習するとか、そういうついていく感じだったんですけど、どんどん越したいとか思うようになって、そこから伸びたって感じですね。でそれでカットマンになって、攻撃マンの時は県で2番目とかで、全然全国でもあんまりいい結果出せなかったんですけど、カットマンになってから県でも一番になったりとかするようになって、そこから小学校6年生の最後の年で東アジアホープス通過することができたので、ここからどんどん実力が上がっていったって感じです。山室さんはそのまま地元に残ったんですか。中学は、はい、小学校の実績があっていろんな誘いとかもあったのかなと思ったんですけど、中学そこに残るって選んだきっかけとか、あと中学時代の卓球生活どうだったのかみたいなところをお伺いしていいでしょうか。小学校の時にいろいろ結果出したりしたんですけど、やっぱりまだ実力不足っていうか、まだ智子先生に教えてもらいたいって思って地元に残ることを決めました。でそこから東アジアホープス通過して日本代表に入ることができて、いい感じのスタートが切れると思ったんですけど、中学1年生の時にコロナの影響でいろんな大会が中止になって、モチベーションとか全然上がらなくなって、ずっと試合がなくて、中学1年生の時のコロナ明けの初めての試合が全日本予選で、もう緊張しちゃって全然試合慣れとかもしてないから、ジュニアと一般どっちも落ちてしまって、小学校6年生の時に通ったんですけど、去年は通ってるのにとか思っちゃって、
て、そこで両方落ちてしまって、そこで自分がもう一回こっからだなっていう、頑張ろうっていう風に思うことができました。中3の時に全中で日本一目指したかったんですけど、すぐ負けてしまって悔しい思いして、本当は恩返ししたかったんですけど、全日本があったので最後の年に入れたので、ここで恩返しできたかなと思います。全日本予選負けて落ちていくんじゃなくて、やっぱりまた頑張ろうって、うん、なんか自分の良さは一回落ち込むけど、そこでまた立ち直すっていうか、まあ、それこそ周りの人に支えられてるっていうのもあるし、本当に自分は恵まれてるっていうか、地元の時もそうだし、まあ、学校に行っても先生とかクラスメートとか友達とかに励まされるっていうか、桜学校もそうなんですけど、結構煽られるっていうか、そういうポジションっていうか、なんかお前また負けたのかよみたいなめっちゃ言われることが多くて、でも逆にそれがなんか、いやもっとやってやろうみたいな感じに燃えて、ここで結果につながっているのかなって思います。そっからじゃあ卒業して、はい、まあ、桜ヶ丘に来るってわけですけど、うん、なぜ桜ヶ丘選んだのかっていうところはどうですか？うん、中学2年生の時に全日本のダブルスで小林先輩と野村先輩のダブルスを見たのがきっかけで、相手が早田ひな選手と伊藤美誠選手で、めっちゃ競ってたやつ。そう、めっちゃ競ってて、観客が沸いてたっていうか、そこでこんなカットマンいるんだとか、こんな選手いるんだっていう気づいて、でそこで桜ヶ丘気になって、一回練習行かせてもらった時に野木森監督に、自分の足りないところは真面目すぎるからこそ強い選手とかなった時に遊び心がないっていうか、遊び心も大事だよって言われて、確かになみたいな、真面目すぎるからもっといろんなことをやりたいなって思って、自分に足りないものを見つけに行こうみたいな感じで桜ヶ丘を選びました。全日本で試合見てっていうのもきっかけだった。はい、本当に全然もう高校とか知らなくて、そこで見て、えすごいなみたいな、高校生でこんなに競れるんだみたいな、トップ選手にっていうのがきっかけで、本当に行きたいなっていう感じでしたね。自分から桜ヶ丘に練習行ってみたいっていうのを言ってて、松下浩二さんとゆずさんが母校っていうのもあるんですけど、一回行ってみなよみたいなって言われて、そこですごいいいなって思いました。実際入ってみて改めて気づいた良さとか、桜ヶ丘ここがいいなとかって何かありますか？うんうん、みんなプレースタイルが違っていて、カットもいれば左も右もなんかいろんなタイプの選手がいて、そこで自分の良さが出せるっていうか、自由にできるっていうのが良さで、自分もカットだけじゃなくて攻撃とかも混ぜながらとか、いろんなことを教えてくれるので、アイデアがすごい浮かぶっていうか、一つのことにこだわらすぎず、まあ、試合の中で組み立てていくっていうのがすごい桜ヶ丘の良さだと思います。自分自身はどう成長したなって思いますか？桜ヶ丘に来てプレースタイル変えたいっていうか、今まで真面目だったところを遊び心を入れて楽しみたいって思い始めて、高校1年生の時に試してみたりしてたんですけど、まあ、最初はなかなかうまくいかずに、インターハイ16で日本16っていう結果で終わってしまったんですけど、でもそれは逆にいい負けだったかなっていう、意味のある負けだったかなって思ってて、そこからまた高校2年生になってインターハイで結果につながったので、本当に良かったと思います。うん、今年のインターハイは成績でしたけど今振り返るとどうでしたか？なんかここ手応えあったとか。去年団体戦で県で落ちてしまって、そこが本当に悔しくて、今年は絶対3冠通るっていう目標でやっていたんですけど、ダブルスで県で落ちてしまって、そこが本当に悔しくて、でも逆にダブルス通ってない分、シングルと団体にぶつけたいそう思えるようになったので、そこで同期の丸添さんが自分の当たる選手とか線型とかを一から調べてくれて、3回戦でカットマンと当てるってなって、桜ヶ丘に自分一人しかカットマンがいないっていうのもあって、カット打ちをできる環境ではないので、でも勝ちたいからってなって、そこで丸添さんに、全然カットマンとかじゃないんですけど、毎日10分でもいいからカットやってほしいって言って、毎日自主練でカットやってもらって、ずっとカット打ちの練習とかしてたから、インターハイの時でも、まあ、競った部分もあったんですけど、競った時に最後の1本が取れたっていうか、そこは練習でやってきたことがすごい出せたのかなって
思います。じゃあ仲間の支えがそうですね掴み取れた、はい、まだ高校生で卓球人生まだまだあると思うんですけど、はい、これまで振り返るとこれが一番嬉しかったなみたいなってありますか？あ、でもやっぱり今年のインターハイで3位に入れたことがすごい自分自身嬉しかったし、すごい自信にもつながったので、ずっとちっちゃい頃から日本一を目指してたんですけど、その壁はもう本当に硬くて、エイトの壁っていうのがずっと越えられないっていうか、で今年初めてシングルでちゃんと掴み取れたっていうか、ベスト4入れたっていうのがもう本当にすごい嬉しいです。はい、ようやく壁を越えたっていうか。目標はもうやっぱり優勝することっていうふうにはなってはきているので、まあ、優勝に届かなかったことは悔しいですけども、昨年度ベスト16、全日本ジュニアも16だったりとかしてたんで、そこのあたりの壁を破ってまずは四天王寺ね、青木選手に勝ったっていう1試合においては、その壁を破ってメダルを取れたことは嬉しく思いますかね。はい、逆に辛かったことだと、じゃあ中学のコロナの時とかなんですかね。それも辛かったけど、高校1年生になって入学したばかりだったんですけど、卓球よりも生活面で悩むことが多くて、今までは地元にいたので家で暮らしてたんですけど、まあ、両親とかの支えがあって、洗濯とかそうだし、ご飯の食器洗いとかもそうだし、親がやってくれてたので、寮初めて入るってなって、そこに自分がついていけないっていうか、最初はもう本当に大変で、卓球よりも生活ついていくのが必死で、でもそれでもやっぱり仲間の支えがあって、インターハイで結果出そうってなって、九州開催なのでここで恩返しできるなっていうふうに思って、恩返しできたかなって思います。じゃあ最後は高校生活の今後の展望と、もうちょっと将来のこういう選手になっていきたいみたいな展望をお願いします。今年のインターハイでずっと団体戦でみんなで日本一っていうのを目指してきてて、みんな1セット目は必ず取ってたんですけど、そこからの粘りというか、やっぱり大阪の強さ、逆転負けしてしまって、自分自身本当に悔しい思いしたし、やっぱり自分が2点起用してもらってるから、そこで必ず2点取らないとっていう自覚が今年のインターハイで芽生えたっていうか、やっぱダブルス落としたりとかしてもその1点っていうのがでかいし、だからこそ来年のインターハイで絶対にもう日本一になりたいなって強く思ったので、これからもっと練習してチームで日本一をつかみ取りたいと思います。将来はこれからも卓球を続ける予定なので、日本だけじゃなくて佐藤さんのように粘り強いカットとかを目指して、世界でも通用するようなカットマンになりたいです。山室選手、取材ご協力ありがとうございました。インターハイではシングルス表彰台、学校対抗でも準優勝と、まだまだ成長著しいカットマンが残りの高校生活でどこまで成長するのか、これからも楽しみです。最後にカットマンとしての用具のこだわりも教えてもらいました。用具とかってこだわってたりするんですか？めっちゃ重いのがいいとか。最初入学した時は全然もう本当に軽くて170ぐらい、高校生のボール受けた時に全然抑えられなくて、監督とも相談してやっぱり重い方がいいんじゃないってなって、そこで 10g ぐらい増やして180何本とか今なってるんですけど、剛力に変えてみて、そこから結構抑えが効くようになったし、攻撃にも威力が出たから、カットマンやるだったら結構重い方がすごいいいと思います。剛力に粘着するみたいな。はい、剛力に強表張ってて、バックは表ですね。自分表もなんか硬いの使ってたんですけど、トップに行けば行くほど本当に抑えられなくて、なんか変化だけじゃ勝てないっていうか、もうその前にミスしちゃう。だから表でも柔らかいの選んで、最初はミスしないようにっていうラバーにしました。フォアも 09C 使ってたんですけど、すごい難しくて、カットとか飛んじゃったりとか、ドライブとかも難しくて、高校入ってから一回自分で試してみようって思ったのがきっかけで、強表にしたらすごい合ってて、わかようみたいな本当にたまたま変えてみたいな。